1977年の東幌駅と周囲約500メートル範囲。右上が中標津方面。駅裏にかつての植民軌道県レベ線の路盤跡が見える。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成あたり幌駅はかつて北海道市別郡中標津町寺あたり。 ホロホン通りに設置されていた北海道旅客鉄道志別線の駅である。電報略号はタホ。志別線の廃線に伴い、1989年4月30日に廃駅となった。アイヌ語に由来するが小説ある。タホロ、トーペ。廃止時点で短式ホーム一面一線を有した。駅舎は校内の南東側の中志別よりにあった。 貨物及び荷物取扱い廃止までは、駅舎側に貨物積み下ろし船がホームへの地上の連絡通路、手前まで、渋谷側から引き込まれていた。荷扱い廃止後、貨物積み下ろし船が撤去されて島上の短式ホームとなった。また、北西側の敷地内に、ほぼ平行に植民軌道県レ別線船の路盤跡が残されていた。AB アイヌご知名リスト月里横 P81 から 90P アイヌご知名リスト北海道環境生活部アイヌ政策推進室2020年1月3日閲覧本田ダ三つぐ玉義明江戸北海道知名館次回札幌市北海道新聞社 P168 isbn－ 四十八億九千三百六十三万七千六百六億ルク四千四十九万千五百五 https コロンスラッシュスラッシュ www.rldcatorgslushoclc。スラッシュ四零四九一五零五。ありがとうございます。<の>